いいアングルだね。武器もバッチリ変えてきたぜ。さあ動き的には変わってないと思うから、まずは足とかからだよね。うわまずい、うえー、危ねえ。ビームとか、うわーい、ビームとか打ってこないかな。ここら辺で、いいね、いいダメージ入ってる、かなりいいダメージ入ってる。これ余裕臭くないか。あ、ちなみにな、おい見てこれ、おらよラグナロク。あ、ちょっとラグい、なんかやべ、ラグい、なんでだ。ちょっとゲームキャプチャーの不具合が、ごめん、ちゃん取れてる、ちゃん取れてればいいんだけど。よしよし、とりあえず行くぞ。まあラグナロクだけにラグくなるっていうことが、あーなるほどね、ゲームキャプチャー、お前そんなギャグいらんわ。ふざけんな。おー、なんだこれ、こんなもの初めてじゃない、こんなバラバラ、やべえやべえやばい。おおあぶねえ。ガチあぶねえ、やべえな、破壊しないとちょっとまずいぞ。どれが足だ、これか、ぴょんぴょこぴょんぴょこしてるやつが足か。うっとうし、あ、外した。ういしょ、いいね、ぶっ壊せ、オッケー、よし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 。でこいつが腕か、とりあえずダイヤモンドストよーしな。そしてラグナロクをぶっ放す、おいけい、お、今回ラグくない、おい、エクセレント、エクセレントでね、オーケー、もう一丁、よしいいね。テラがやられたか、ビームだよね、ビームの時は冷静に、うおうおおいしょ。もう一丁くれたら、ここでアタックル、これレイド系当たんねえかな、あ、当たる、いける、よし、ぞで、ここは無難にファイアダッシュ、まずい、やばそうなの来てる、これ当たったら死ぬだろ。いやー、あれだね、テラ編では結構死んでたかもしんないけど、まあ2回ぐらい死んだかな。お前いつまで回んねん。テラもディメンションリンクじゃねえか、それじゃあ。待て待て、味方、まあ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 、やべえ、なんか怒ってるぞ、次はどっち変えてくる、どっち変えてする、オッケー、せーの、ほいっと、せーの、ほい。いいね、もう一回来るぞ。おおおおおお、ちょっと待って、やべえ、いいぞ、ほい、オッケー、最後ワンパンだったか。サイクロン覚えた、サイクロン、なんだそれ。やっぱあれだね、ベンツは風系な感じだね、上位が。テラ、うん、今だ、一緒に、いいねー。かっけー、相変わらずかっこいいぜ、セクシー。あれちょっと違くない、でもそんなことないか、より一層かっこよくなってる気がするぞ。やったな、みんな一緒だからね。当たり前だよ。そうだ、チケットをもらったんだ。それ、それはディズニータウンの永久入場パス、面白いとこなんだって。保護者と行きなさいってもらったんだ。保護者？それよりもベン、こんなところまで来て。大丈夫だよ、俺テラのことを変な風に言う仮面をかぶったやつだって倒したんだ。ああ、仮面の少年に会ったんだ。そういうことか。バニタス。ベン、やはりお前はアクアと帰るんだ。嫌だ、俺はテラとアクアと一緒に行く。ダメだ、俺たちにはやらなければならないことがある。それは危険が伴うことだ。テラのやらなければならないことって何？なんだかマスターの任務じゃないみたい。道は違うが闇を消すことに変わりはない。そうかな、テラが他の世界でしてきたことを見て思ったの、闇に近づきすぎているんじゃないかって。何言ってんだよアクア、テラが闇に落ちるはず。俺のことを監視していたのか、それがお前へのマスターの命令か。それは、そんな、そうか、テラ来なくていい。
俺たちは別々の道を行くんだ。テラ、違うの。マスターの真意はあなたへの疑心じゃない。あなたのことが心配で。ひどいよアクア。マスターの命令なのは本当よ。でもそれはマスターの愛情からなの。俺を連れて帰るのもマスターの命令？アクア、キーブレードマスターになって変わったんだな。俺、テラを探してくる。少しだけ分岐がありましたね。いやー、これアクア攻めちゃう？これアクア攻めるの間違ってる気がするけどな。まあでも、なんて言うんだろう、友情から仕事に変わっちゃった感はみんなからしたらんだろうな。昔と変わったなっていう、そのなんて言うんだろう、一番言われたくねえことだなそれそういうことじゃないんだけどなってアクアは多分思ってるんだろうけど、まあ、使命を果たす一環としてもやってるだろうけどさ、てか回転しながらそんな切ねえ話をすんなこれやっちゃわない？俺ずっとこれなんだけど、ずっとこれでさ、はほやみはほ。まあアクア側はね、アクア編でわかるんだろうね。おっと、この風ゼクション、早く逃げて。うわ、少年じゃん。え、ゼクションめっちゃちっちゃい。え、ちょっと待って、こベンパートさ、めっちゃ出てこない？だってあね、テラ編ではあいつシグバールと、まあデミックスカッコ仮みたいな。ケイ、まあザコ的ラッシュはカットでいっか。ボス戦、これテラ編でもあったよね。こんなイエンツォ、どこだ？イエンツォ来た。返事をしなさい。あ、イエンツォがゼクション？危険だから出歩いてはいけないと言った。そうかそうかそうか。どうやら君の世話になったようだな。この子は親を亡くして我々が預かって育てている。へえ。そうか。君も一人か。俺、友達を探してるんです。俺みたいな格好でもっと背の高い男の人を見ませんでしたか？場外庭園で見かけたのがそうかな。この道を行った先だ。ありがとう。いや、こちらこそ。イエンツを助けてくれてありがとう。この先君とは縁がありそうな予感がするよ。いやー、ビクセンが将来死ぬことを俺は知ってるからさ、それを言いてえわお前数年後に死ぬぞっつって超タッチ悪いよね君数年後死ぬよ。まあみんな死ぬんだけどさ、その死因まで伝えたいわ、しっかりと。ビクセンには、まあ、ビクセンこのところでもちょっと悪だくみなのかな。なんか何かしら考えてそうな感じはするね。でもあんなに見た目変わらねえもんだな。ってことはイエンゾー、ゼクションとかはもうちょっと大きくなってからハートレスにされたってことなのかな。でも確かに今思ったら、ソラもロクサスもまあまあ多少だもんな、違いは。俺も一緒に行くよ。ベンとは一緒に行けない。なんでだよ。でもいつかお前が俺を救ってくれるのかもな救って、当たり前だろ、友達なんだから。そうだな、ありがとうベン。今更だけど声めっちゃかっこいいね。テラの声すげえかっこいい。
いつかお前が俺を救ってくれるのかもな。アクアに知らせないと。どういうこと、どういうこと、どういうこと。そんな不安になる言葉だった。あ、そうか、もう覚悟を決めた感じがってことか、伝わったってことか。ちょ、宝だけ取らして。ごめん。よし。そういや、サイクロンってなんだろう。コマンドスタイルに切り替わった後、エアロー系、ストライク系、ファイアストライクなど、レイド系、ストライクレイドなどのデッキコマンドを使うと切り替わる。あー、そしたらそれ系入れた方がいいな。エアロー系、ストライク系。うわ、苦手なんだよね。いや、でもストライク、ファイアストライクならいけるか。あー、今何も構成できねえや。レベルとか上げてねえから何も構成できねえ。まあ、ちょこちょこ裏でね、コマンドボードとかやってるんだけどね。こっからは完全に、見たことないシーンだ。アクア、ベン、テラには会えた？うん、でも一人で行っちゃった。そう、私も行かないといけない。じゃあ俺も一緒に。それはダメ、ベンは一人で帰るのよ。一緒に行けないの？ベンを危ないことに巻き込みたくないの。分かってね。どうした、ベン、もう終わりか。だらしないな。ベン、今の惜しかったよ。頑張って。やれやれ、2対1かよ。ベン、お前の剣ずいぶんすり減ってるな。頑張って修行してる証拠だね。ベンは力が入りすぎてるんだ。もっと流れるように力をコントロールすれば。ほら、この剣を手にしてみろ。お前にその資格があるのなら、剣はお前に力を与え、いずれ選ばれし者となるだろう。へえ、何それ。マスターにでもなったつもり？俺の夢はキーブレードマスターになることだ。私たちの夢でしょ。そうだ、俺とアクアとベン、俺たちの夢だ。これお前のか？リア、あまり時間はないぞ。分かってる、アイザ、すぐに済む。こんなので遊んでんのか、お子ちゃまだな。俺のはこれだ。じゃーん、かっこいいだろ。お前のだって。お前じゃない、リアだ。記憶したか？おお。お前の名前は？ベントス。よし、勝負だ、メントス。はあ？なんでそうなるんだよ。自信がないのか？ほら、こっちから行くぞ。ねえ、お、そう来なくっちゃ。後で泣くなよ。わー。
いい。ま、あれだ。とりあえず引き分けってことにしといてやる。え？ああ。どう見てもお前が一人で暴れて勝手にバテたようにしか見えなかったけどな。何がしたかったんだ。声若くね。はあ？こういう時はもちっとフォローするんじゃねえの普通。今日は調子悪かったなとか、手加減しすぎだろとか、友達なくすぞ。悪い、俺は嘘が下手なんだ。友情って泣けるよな。お前も友達は選んだ方がいいぞ。あ？リア、そろそろ行くか。うん。行くのか？お前とはまた会えそうな気がする。俺たちはもう友達だからな。うわ。記憶しとけよ。分かった、リア。捨てられた子犬を拾うのはほどほどにしておけ。俺はたくさんの人の記憶に残りたいんだ。人の記憶の中でならいつまでも生きられるからな。ま、少なくとも俺の記憶からは消えてくれないだろうな。嬉しいね。厄介なものだ。行くか。覚悟はできてるみたいだな。あ、友達か。見つけられるかな。なんだここ、めっちゃええ、めっちゃええ、ロクサスやーべえほどいいシーンじゃねえかよ。しかもさ、BGM がさ、ねえ、35 Days Over 2のなんかそれっぽくない？うわ、しかも友達、記憶したか、記憶の中では残り続ける。そして過去にこんなことがあったと。だから未来ではああいう結末というかつながりにたどり着いたのかな。うわ、でもベントゥスがロクサスやっぱ関係があるからこそ、なんかここの描写は強調されてるんじゃないかな。めっちゃいい。しかもこんなキーブレードもらってるよ。ラスカルフレイム。てかアクセルチャラいな。ライブ見た目チャラいし、サイクス、お前その頃から月掲げてんだな。ジャージーのとこに月マークついとったわ。もうトレードマークかなんかなんだろうね。そしてベントゥス編ではその先はわからないと。お預けか。マジかよ。あの城の中で何が起きるんだろう。リアとなんだっけ、アイズなんだっけ、ちょっと待って、名前忘れちゃった。ちょっと見させて。アイザだ。冷静沈着の少年、親友のリアには軽口を叩く一面を持つ。あ、やっぱ親友だったんだね。ここの関係をよく見ておこう。明るく陽気な性格だが、一人で暴走し自滅することも。親友の合図とともに何かを計画している。そう、その計画が気になるんだよ。人の記憶に残ることにこだわりを持ち、ベンツに友達を作る大切さを教える。いやー、すごい重要な役割になっちゃったな。じゃあその計画も人の記憶に残る何かをしようとしてるってことか。わー、楽しみだな、アクア編。てかお前、アイザは完結すぎるだろこれ。じゃあディズニータウン行きたいところなんだけど、まあ今回オリンポスコロシアムにしようかな。ザックスのことが気になる。で、明日の動画はディズニータウンとスペース、ディープスペースか。まあザックスとは戦うのかね。あ、何事もなく。いやー、ちょっと待って、さっきの余韻がえげつない。なんか走ってったな。おじさん、何してるの？
だから俺は二人もコーチできんと言ってんだろうが。なんだ別のこと。二人も。俺は忙しいんだ。あ、ちけ。ヒール、エントリー終わったよ。おい。元気だなお前。わかった。わかったからもっと小さな声で。お、来た。来た。ほら見ろ、見つかったじゃないかい。町の人にも聞いた。あんたやっぱり英雄専門のトレーナーなんだろ。ヒーローだ。英雄ヒーロー、どっちでもいいよ。あんたの力が必要なんだ。俺は英雄になりたいんだ。さっきも言ったはずだぞ。答えは二言。同時に二人も面倒見切れん。三。俺はこいつのコーチで手一杯だ。はい、行くぞ。そこをなんとか頼むよ。二言じゃないっていうね。ピュー、俺の実力見てから決めてくれよ。熱い展開。お、三人でやんの。まあザックス強いよこれ。まあ俺が一番強いよな、多分な。試合行くぜ。お、三人でやるんだ。ラグナロクぶっ飛ばしていいのこれ。待って、おお、かっこいい。かっこいい、普通にかっこいい。じゃあ俺も。おい。最強の魔法、最強の特技を見せつけていく。おら、あいつ死んだふりしてやがる、ずっと。あーしいぞ。15レベルだって。まあ結構レベルはそこそこいい感じなんじゃないかな。まあ高くもなく低くもなくって感じかな。よいしょい。ちょっとサイクロンとかやりたいけどね。ここからエアロとかそれ系をやらなければならないと。まあでも入れてねえんだよな。てか5チャージできないから。まだいって、こいつ。おら、おちろい。あ、死んでた。あ、そうかそうか、この懐かしいな。こんなも出てきたっけ。まあこの辺は雑魚だろ。あ、まあこれで一掃する、一掃するわ。せいや、どうだ、くらえ。まだ湧くか。お前ら結構湧いてくんだな、雑魚的のくせによ。ラストラグナロク、おら、めっちゃ湧く。ワクワクさんかよお前ら。お、すげえ、なんだトルネードカウンター。すげえ、そんな技できんの。なんか味方が攻撃されそうな時に四角のコマンドを押すと出るんだ。へえ、こんなあんだね。てかあれだね、味方と共闘するパートが多いな。そうすることによって、ベンはそういう、あ、友情ってこと、友達ってこと、そういうことと掛け合わせてんのか。まあ、考えすぎかもしんねえけど、そんぐらい考え込んだ方がいいだろう。おらよ、まだおるんかい。ちょっと待って、カットだ。めんどくせえ、カットだこれ。オーケー、3人でもボコボコにしちゃったわ。いやでも3人で戦うのって珍しいし、いいね。まあさっきもあったけどさ。おってか、素手で殴れるんだこいつらは。わかった、こうしよう。もうすぐ開かれる闘技大会でお前たちの試合を見る。それからどっちをコーチするか考え直す。よっしゃ、じゃあ俺闘技大会にエントリーしてくれ。闘技大会、じゃあ俺も。エントリー制限はあいつでいっぱいだ。え、俺は。どうしてフィル、僕をコーチしてくれるんじゃなかったの。悲しいやんけ。今言った通りだ。ヒーローになりたいのなら闘技大会でこれまでのトレーニングの成果を見せるんだな。フィル、それからしばらくトレーニングは中断だ。お前だけ俺が鍛えたら不公平だからな。元気出せよ。闘技大会で頑張ればいいんだろ。俺ベントス、よかったら俺の力を貸すよ。君が力を貸してくれる？うん。僕はヘラクレス、ハークって呼ばれてる。よろしく頼むよ。だったら俺はベンだ。一緒に頑張ろう。じゃあ僕が先に行って準備をしてくる。コロシアムのロビーで待ってるよ。こっからザックスがハデス様にそそのかされ、闇の力も与えられると。最低だなあいつ。ハデス、お前最低だな。あ、宝だ。ケアルラいいね。ケアルラ熱い。あ、もう一度待って、こっちにもあるって。宝だらけで困っちまうぜ俺は。ファイアストライク、お、ファイアストライク、ありがてえ。
これはありがてえ。ちょうど欲しかったんだよね。で、フリーズレードやっぱ使いにくいな。ファイアストライク。でもこれしかねえのか。まあ、エアロもエアロガとかにしなきゃな。よ、で俺ら何すんだろう、今日は。トレーニングの準備はいいか、じゃあ始めよう。トレーニングして終わりか？そんなわけねえよな。ボス戦あるよね。これも、テラ編であったよね。とりあえず、まあ、普通にぶっぱするか。よいしょ。もう、とんでもねえ壊し方だからね。軽々しくラグナロク使っちゃダメだよ。待て。俺のてか、でかいの。でかいのやっちゃおうぜ。ほら。いやー、ぶっ壊せ。てか、俺、待って、こう、4なんだけど。やばい。全然負けてる。待って、タルノロ。タル乗って。ほい。いいね。ちょろいぜ。おい、オーケー。おー、なんだ。あ、勝った？え、負けて？ちょっと待って。俺負けてない？あ、練習だからいいってこと？ちょっと見えそうなのやめてくれない？お前、下履いてるよな、ちゃんと。フルチンじゃねえだろうな。あ、お前フルチンだわ。フィールはフルチンだわ。毛で覆われとるけど。毛で覆われとるわ。え、何？どうすんの？フィールは？フィール何したのあれ。え、また？あ、俺が負けたからってことね。は、ごめんなさい。そういうことでしょうか。そういうことですね。しゃー、どやー。だいぶ差をつけたぞ。なんかあれだね、クリアするたびになんかもらえるね。あ、ヒーローになりたいって言ってたよな。うん。実は、僕の父さんはオリンポスの神、ゼウスの神。え？ハークは神様だった。やべえ人だな。違うよ、僕は人間さ。赤ん坊の時、何者かにさらわれて、ああ、神の力を。そうだ。ヒーローになるっていうのは？神の力を取り戻すための条件なんだ。この世界でヒーローになれば、僕は父さんに会いに行ける。そうか。だったら頑張らないとな。ベンはどうして旅をしてるんだい？俺は友達を見つけたいんだ。じゃあもう見つかったじゃないか。え？僕たちはもう友達だろ。ありがとう、ハーク。闘技大会の説明をする。この大会は西と東2つのブロックに分かれて行われ、急に出てきたな。それぞれの勝者が戦って優勝を決める。お前たち2人は西ブロックにエントリーしている。先に始まってる東ブロックではえらく強い参加者がいて、すごい勢いで勝ち進んでいるらしい。お、セラじゃない？お前たちも頑張るんだな。さあ、そろそろ行くぞ。なんかこの BGM さ、初めてじゃない？今作。どんな人なんだろう。テラだよ、テラ。ベン、行くよ。どうしよう、これで全然違ったら。てか、そうだね、あれだね。ヴァニタスのことを倒、何このかっこいいアングル。ヴァニタスのことを倒したって言ってるけど、まあ実質倒したとは言わないよね、あれね。いよいよだな。うん。ここまで来られたのはベンのおかげだ。じゃあ、俺はもういらないってか。とんでもない。ヒーローになるにはフィルの力が必要だよ。は、当たり前だ。フィル、嫉妬が すぎるぞ。それはどっちが勝っても恨みっこなしだ。もちろん僕はヒーローだからね。それを言うならヒーローの卵だろ。そうか。おお、で戦うんだ。素手と剣じゃ無駄歩くね。おお